オット・ルズビ・シンディングは、ノルウェーの画家、詩人、劇作家。主にノルウェーの自然や、庶民の生活、歴史を、絵の題材とした。フィスカー・アージェンテ・ピー・ストランド、海辺に立つ女漁師1842年、コングスベルグに、鉱山監督であった父マティアス・ビルヘルム・シンディングと、母、セシリー・マリー・メデルトの間に生まれる。 彫刻家のステファン・シンディングと作曲家のクリスティアン・シンディング・ワーニで、叔父ニコライ・メデル1822から1899は、鉱山技師、ソルバルド・メデル1824から1908は、シンディング監督官であった。また、いとこのグレア・ソルバルド・メデルは、シンディングの妹・ソーラの夫でもある。その他のいとこに、アルフレド・シンディング・ラーセンと、 アーネスト・アントン・ヘンリック・シンディング、エリザベス・シンディング、グスタフ・アドルフ・シンディング3兄弟がいる。1874年4月、シンディングは、絵画の市ハンス・ギューでの幼女、アンナ・クリスティン・ニールセンとカールスルーへで結婚した。二人の息子シグムンド・シンディングも著名な画家となった。はじめ、クリスチャニアの芸術学校に入り、法律を学んで、公務員になった。 学業を続けるためドイツのカールスルーエに移り、奨学金を稼ごうと初めて風景画を描いた。カールスルーエでは、バーデン芸術学校でハンスギューデに指示した。ビルヘルム・リーフスタルやカール・フォン・ピロティとチキになったのもこの時である1876年にノルウェーに戻り、クリスチャニアのパウロ教会でキリストの祭壇画を描いたり、ノルウェーの民話を題材にした絵や、 印象的な海岸線の絵を描いた。1880年、イタリアへ旅行したアトミウンヘンに移住し、田園風景や海を生き生きと描いた一連の作品を描いた。1886年の冬の間、露蜂天諸島に旅して絵の取材をした。シンディングの最もよく知られた作品は皆露蜂店さんである。1891年、クリスチャニア郊外のリサケルに家を建てた。 1903年からはミュンヘン美術院で教授を務め、1909年11月ミュンヘンで死去した。ありがとうございます。